はい、というわけで今日も元気よく社会の勉強やっていきましょう。今日は侍どころと万どころ、門中所の違いって何ってことについてやっていきたいと思います。それでは結論から見ていきたいと思います。侍どころは御家人の統率警察の役割です。万どころは政治の書類作成、そして門中所は訴訟の手続きを進める組織という形になっていきます。それでは具体的に見ていきたいと思います。はい、この3つですね。これは鎌倉時代が作られたあたりに作られたその幕府の政治を行っていく上での機関になっていきます。っていうのも、じゃあこの3つが作られた経緯ですね。もともと鎌倉幕府が作られる前っていうのは、源平の戦い、源氏と平氏の戦いっていうのが全国で行われていました。で、全国で戦いが繰り広げられている中、源の頼朝っていう源氏のリーダー一人ではちょっといろいろやるのは大変だなってなっていったんですね。っていうのも、ただじゃあ頼朝っていうのは戦いをしていればいいかっていうだけじゃなくて、もう戦いもそうなんですけど、じゃあその警察の役割とか、その隣のやつがなんか攻めてきてっていうその裁判の争いとか、じゃあその政治、その武士の政治をやっていく、御家人の政治をやっていく上での書類作成をしたりとかっていうことで、一人ではちょっと大変だなっていう話になっていきました。そういった中で頼朝を補佐するという形で、この三つの役職が作られるようになっていきました。侍どころ、御家人の統率とか何かあった時の警察の役割を行う組織、まあ侍どころっていう侍っていう文字がついているだけあって、結構ゴリゴリその戦いに関する関係したものっていうのを、統率することになります。これは1180年ということで、鎌倉時代が始まる前、つまりもう源平の戦いが始まるあたりなんですね。そういった時に、まあ、全国で源平の戦いがある中で、じゃあその誰がどこに行くのとか、その御家人を誰が集めるのとか、どの戦いには誰が行くのっていうのは頼朝だけではできないよっていうところで、頼朝を補佐して、頼朝さんここの戦いにはこの人をやった方がいいですよとか、頼朝さんなんかここでなんか誰かと誰かが争ってるらしいですよ、こうした方がいいんじゃないですかっていうのを補助する役割っていう風になっています。そして続いて万どころですね。様々な仕事をしている中で必要な書類の作成を行う組織です。これは1185年です。ちょうど幕府ができた頃ですかね。なので、そういう、例えばその守護を誰にするとか、守護はこういう仕事なんでこういう仕事をしなさいとかっていうのを作ったりとか、政治に関することで、ここの、その、例えば岐阜県のここに橋をこういうの作りなさいとかですかね。ちょっとまあ、具体的にはわからないですけど、そういうのを頼朝さん、ここに橋作った方がいいんじゃないですか、こういう書類作りましたよっていうことで、まあ渡す役割とか、そういうのを、行っていた、組織になっていきます。そして門中所ですね。はい、これは訴訟に必要な書類を作成して手続きを進める組織になっていきます。はい、この後鎌倉時代の勉強でやっていくんですけど、鎌倉幕府っていうのはとにかく御家人と将軍の御恩と奉公で成り立っています。なのでやはり一番大事な、御家人にとって大事なのは自分に土地がもらえるっていうことなんですよね。土地がもらえるからこそ命がけで将軍のために戦うっていうのが御恩と奉公なんですよ。なのでやはりその幕府の中で一番多いその手続きっていうのはその土地に関する手続きなんですよ。この戦いに勝ったからこの土地俺にくださいとか、この土地もらえるってなったんですけどこれってここまでなんすかみたいなのとかを、決めるようなことを将軍がやっていたんですけど、将軍が全てやるのはできないと。なんかこことここが俺の土地だってトラブルしてますよって全国を巡って頼朝一人だけじゃできないので、こういう膨大な書類に関してはこの門中所でそのこことここはどういうその頼朝さんがここの土地を挙げてそのここまでなんだからっていうのをしっかりと手続きを進めるっていうのが役職になっていきますね。はい、でこの3つで大事なのは頼朝を補佐するという仕事です。なので例えばその侍どころが全てここはこういう戦いはここにしますっていうのを決めれるわけじゃなくて、頼朝さんこれでどうですかというふうに、する仕事であったりとか、政治に関してここに橋を作ろうと思うんですけど頼朝さんどうですかっていうふうに書類を作成して決定まで、持っていった上で頼朝に託すという仕事なんですね。はい、というところが大事になっていきます。はい、じゃあ頼朝が死んだ後っていうところで言うと、頼朝が死んだ後っていうのはそれぞれが今までは頼朝を補佐する仕事であったっていうところがそれぞれ独立した別の組織になっていくことになります。鎌倉幕府の一部として組織が成り立っていく。じゃあそれっていうのは誰のためにやっていくのかっていうと、後に
北条氏っていうのが侍どころ、満どころっていうのを兼任することで、それぞれを、自分たちのところに取り入れていって、自分たちが、北条氏がそれを決定していくっていうところで力を握っていくことになります。はい、というわけで今日は侍どころ、満どころ、門中所の違いって何ってことについてやっていきました。はい、この3つに関しては、源平の戦い、鎌倉幕府を作る前とか、鎌倉幕府を作った年あたりに作られた組織になります。頼朝を補佐する、全国莫大な様々なトラブルとか、様々な政治がある中で、それを補佐する役割として作られていきました。後に頼朝が死んだ後は、幕府のそれぞれの機関となっていったんですけど、北条氏がそれを手に入れて、政治の実権を握っていくことになります。